はい、皆さんこんにちは。ぜひこれ、それでは今回なんですけども、LINE Pay で自動車税の請求書を支払うことができるということで、そちらの使い方について解説をしていきたいと思います。はい、ということで、自動車税の支払いはもう終わりましたでしょうか。自動車税の期限が5月の31日までということだったので、今回の動画を作成させていただきました。もしですね、まだお支払いがまだという方がいれば、少しは参考になるのではないのかなと思います。というのも、もしご自身が住んでる地域が対象であれば、手元のその今回の請求書をなんと LINE Pay で支払うことができるんですよね。これは先ほどお伝えしたように、地域が対象であればということなんですけども、まず LINE Pay の請求書払いの機能についてはご存知でしょうか。今回お伝えする自動車税に限らず、光熱費などのお支払いが一応 LINE Pay でも決済が可能にはなっております。 LINE Pay で支払う場合の、最大のメリットは何といってもやはりポイント還元ではないのかなと思うんですよ。普段普通公共料金とかを支払って普通にもう終わりっていう風になると思うんですけども、 LINE Pay の場合はポイントが返ってくるので、さらにお得にはなるのではないのかなと思います。はい、それでは早速使い方からお伝えしていきたいと思うんですけども、まず今出てる画面っていうのが LINE のアプリを開いて、LINE Pay の部分ですね。これを開いていただくと、請求書支払いというところがあるので、そちらをタップします。で、次2番の次へというところにタップしたら3番の画面に切り替わるので、その時にいわゆる請求書にあるバーコードがあるので、それをこのコードリーダーで読み取ることができれば4番の画面に切り替わって、ここの決済というところを押していただいたら、ここの画面が5番の画面に切り替わるので、これで支払うということでパスワードを入力したら、これで決済が完了ということですね。これでも簡単に払うことができるので、わざわざコンビニに行かなくてもいい。なおかつポイントも返ってくるっていう、いや、一石二鳥とはこのことかなというふうには思いますね。ということで、今回のお題でもある自動車税が支払い可能な地域についてお伝えをしていきたいと思うんですけども、今回、ちょっとお伝えしなければいけないことは先にありまして、僕が今作ってる動画っていうのが2019年の5月の10日現在の内容なので、もしかするとこの動画をそれ以降に見られていた場合は、内容が更新されている場合もあるのでお気をつけください。ということで、まず使える地域ですね。本当に少ないです。まずは神奈川県、福岡市、練馬区、三島市、野田市、岐阜市、大阪市、以上ですね。で、まだ本当に、使える地域っていうのはものすごく少ない印象なんですけども、まだこの LINE Pay の請求書支払いっていうのは、徐々に増えてきてる傾向ではあるのかなと思うので、LINE Pay ももっともっと普及すれば対応する地域も増えてくる可能性っていうのはありそうですね。で、あと、ここで、どこで使えるかっていうのを確認したい方がいらっしゃれば、下にリンクも貼っているので、どこで使えるか、どこで請求書支払いが可能なのかっていうのを確認できるので。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回の請求書支払いについてお伝えをさせていただきました。詳細については先ほどもお伝えしたように、リンクに貼っておきますので、ゆっくりと確認するのもいいのかなと思います。ということで本日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしていますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。